アレクサ、ドナルド・トランプの生い立ちについて教えてください。ドナルド・トランプに関して、ウィキペディアでこのような情報が見つかりました。1946年6月14日に、裕福な不動産開発業者の家庭の第4子として、ニューヨークに誕生した。父のフレッド・トランプは、1885年に、ドイツのラインラント・プファルツ州カルシュタットから、アメリカに移民したドイツ人フレデリック・トランプの子で、ニューヨーク市クイーンズ区の不動産デベロッパー。母のメアリー・アンは、スコットランドのルイス島生まれで1930年にアメリカに渡った慈善家、主婦。トランプの両親は1936年に結婚し、5人の兄弟を設けた。少年期のトランプは、クイーンズ区ジャマイカ地区のミッドランドパークハイウェイ沿いで暮らし、13歳までは父が運営委員を務めるフォレストヒルズ地区の学校に通っていたが、素行不良のためニューヨークミリタリーアカデミー、陸軍幼年学校の一つで1889年に開校した名門。アレクサ、元副大統領ジョー・バイデンさんについて教えてください。このような答えが見つかりました。こんな説明が見つかりました。ジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、アメリカ合衆国次期大統領、一般には、ジョー・バイデンと呼ばれる。民主党に所属し、1973年から2009年まで、デラウェア州選出の上院議員を務め、2009年1月20日から2017年1月20日まで、バラク・オバマ政権で第47代副大統領を務めた。アレクサ、どうもありがとう。どういたしまして。